僕たちはフェーズというあの曲を中心にこのアルバムというかミニアルバムを作ることを考えていて、僕が書けば、ある程度の権限を僕が持って回るし、ケンタロウが書いた曲はケンタロウが持つし、2人とも曲を作るんですよ。でそれを僕は全く作らないので、こう受ける側なんですね、完璧に。でこっちはもう作る側でっていう、受けたら必ずそれをさ、こう、うん、音取って、うん、帰って聞いて、あ、そうだね、とかなんかそういうなんか雑用的なことを、雑用的なものを僕がやってますね。なんか役割分担はそういうことだ、ね。アナログフィッシュっていうバンドが10年来続けてきて、今まで何枚かリリースしてきたんですけど、なんか何ですかね、確実にあのフェーズっていう曲じゃないけど、違うフェーズの1枚目っていう感じですね。僕らはもうスタジオで曲を作ってる段階からもうそのバンドに来てくれて、自分たちがセッションしてるところにもういて、そこでもうアレンジを直接こうアイデアをくれたりとかして、なんかそういうそこまで突っ込んでこうプロデュースしてくれる人は今まで初めてだったんで、そういうところもすごい、自分たちもびっくりしたし、全然思いつかなかったような新しいアイデアとかみたいなして、まあ、そういうのもすごい良かったし、と基本的にこれは昔からなんですけど、僕や健太郎の書く歌詞っていうか曲は主に世界との発歴だとか違和感だとかについて音楽にするってことが多くて、それはきっと自分たちが影響を受けたものとか、その当初2人だけで始めた時にいかにこう次はそれをなんか持って世界にコミットしていくかということで、それの僕たちなりの表現を持って世界にコミットし始めようっていう、その最初の作品がこのアルバムだと思います。やっぱり311の前の世界に向けて僕らはねこのアルバムをすごく使ったから、それを通してこのアルバムを語られることが多くて、それはとってもなんか別に変なことじゃないし、俺たちも全然それでいいと思ってるんだけど、多分他の人がそうであるように僕たちも311のことを全く消化しきれてないし、でもなんか少なくとも若い者とかいろんな人がそれまでと違った価値観を気づいたりとか、人がユナイトしようとしていることを僕たちは感じるから、それは僕たちがこの音楽でやろうと思ったことに似てる面があって、とってもなんか不思議な気持ちでいます。はい、今までやっぱりジュニアやってきて、たくさんの人が僕らの音楽をそれなりに聴いてくれてるから、なんか本当にそういう人となんか今まで以上にそこで音楽を共有できたらなとただ思ってるんですけど、新しいこと始めるぞっていう気持ちの方が強くて、だからその始まりを見に来てほしいっていう感じです。フルアルバムはだからその前にちゃんとかっこいいの作って出したいなと思ってるんですけど、今ちょうど作業中で曲自体はもうすごいいいのが上がってるんで、あとはね頑張ってレコーディングする結構取れてるし、そうだね、うん。